ウィステリア通りはアメリカ合衆国の ABC 系列で放送されているテレビドラマデスパレートな妻たちの舞台となる架空の道路。ウィステリア通りの舗装デスパレートな妻たちの主な登場人物たちがウィステリア通りに面した家に住んでいるという設定である。ユニバーサルスタジオハリウッド内に設置されており構造はクルートサック状になっている。同スタジオツアーでは 道路そのものは、コロニアルストリート、行き止まりの炎上部分は、サークルドライブと呼ばれている。サークルドライブには、かつて、いくつかの建物が並んでいたが、デスパレートな妻たちのシーズン1の画面には登場せず、同シーズン2の撮影開始前に、撤去されて公園に置き換えられた。コロニアルストリートは、他の作品の撮影にも利用されることがある。例えば、スーザンの家は、 ディープインパクトに、ブリーの家は、プロビデンスに、それぞれ登場する。ウィステリア公園、デスパレートな妻たちの劇中では、ワシの州にある、フェアビューシュという架空都市の郊外に位置する。クルドサックが舗装された典型的な米国郊外の住宅地で、ほとんどの邸宅は1940年代から1950年代に建設されたとされる。イーグルステートというのは、 エピソードによって、州のニックネーム扱いであったり、州名そのものと思われる描写もある。その具体的な位置は明らかにされていないが、シーズン2第15話で、スーザンが地図上でコネティカット州とバーモント州の間を縦断する、米国国道7号線を指したことから、カナダ国境の東部に位置しているのではないかと推測されている。 実存するアメリカの50州にはそれぞれ公式ニックネームがあるが、その中にイーグルステートは含まれていない。ちなみに、わしはアメリカの国庁である。フェアビューティー機の気候は基本的に温暖で、少なくとも劇中で雪が降ったことはない。雨もあまり降らないが、時折大量に降ることがあり、竜巻が発生することもある。また、近郊には山、森、 湖などがある。ユニバーサルスタジオのオフィシャルサイトによるウィステリア通りの外観は下記のようなものである。ありがとうございます。